どうも、くまろさんです。本日の収録こちら、じゃん、 iPhone11 Pro Max ということでね、こちら最新の iPhone11 Pro Max でございます。ついに買ってしまいました。びっくりするほど高い、ジャンクなのに。電源を入りますね。一応症状としては本体に傷があるのとリアカメラが壊れてるっていう症状みたいです。まあ普通に映ってますね。傷はこの辺かな。まあちょっと傷ついてますね。あとなんだろうね、このこういう点々がついてる、傷じゃないんだけど、なんだろうね、この光当てないと分かんないんだけど、点々がついてる、なんか飛び散ってる感じ、油がついてるのかな。あと落とし傷がついてますね。こういう感じ、こういうのとか、あとこれもそうか、あとこれも傷ですね。あと思ったこと、お兄さん普通の iPhone11 使ってるんですけど、別に大して変わらん、違いわかる？いや別にあの遠近感やってないよ、これでぴったりなんだけど。まあほんのり大きい、こんなビビたる差で高いとかね、最悪ですよね。あとあれか、カメラがちょっと良くなってんのか。ちょっと一回カメラ起動させます。 Face ID テストします。うん、できました。はい、セットアップできました。カメラ、なんかカメラが調子悪いっていうことだったんだけど、わかんないね。あ、わかった。ただ大したことないな、このまま使えるな。標準レンズの左上、あ、ぼやけてるとわかりやすいね。この左上のあたり、ここね、背景が変わってもずっとぼんやり黒い点がここにあるんですけど、わかるかな、ほら、そんぐらいだな。これの左上が標準レンズで、そこですね。なんか最近 iPhone こういう症状多いよね。バッテリーはね 84% になってるんで、どうだろうね、変えてもいいけど、まあこんなもんちゃこんなもんだよね。本当は 90% 以上あってほしいなと思うけど。あ、あとここ赤い点滅してる、これ赤い点、これゴミじゃない、常時点滅してる、赤、気にならんけどね。まあ別にこれはいいや。で今回先に部品買ってます。さすがお兄さん。まずこちら、まあ、カメラぶっ壊れてるって書いてあったんで、はい、カメラ 11PM って書いてありますね。部品買っております。多分純正取り外し品じゃないかな。うん、リンゴマーク入ってますね。ここにリンゴマーク入ってますね。なので純正取り外し品だと思います。でカメラユニットとやばいブツね、こちら。なんか隠してあるけど、なんだろうこれ。ここになんかシールが貼ってあるな。なんか部品もついてるな。はい、 iPhone11 Pro Max のハウジング、こちらも新品買いました。色は白ですね。 なんかここによくわかんないけどシールが貼ってあるね。白、とっても綺麗、サラサラ。あ、ここにもシールが貼ってある。ハプティックエンジンを隠してあるよ、なんでだろう。そうね、リンゴマークがついてるからですね。メーカーは伏せてあります。もちろんここもね、あの商品ページにはね、あの大体ここ載ってないんですよ、あの何もないですよみたいな画像が載ってるんでね、何もないかもしれない。はい、ということで今回傷が多くてリアカメラが壊れてる iPhone11 Pro Max 側交換、あとカメラ交換で新品同様に直していきたいと思います。ということでやってみよう、はじめ、よし、やっていこう。何はともあれ焼き土下座マット70度になってますね。でこれ段差あるから、こっち温めてもそんな温まんないんで、こっちの面で温めていきます。ちゃんと治るかな、ちょっと引っ張ってみますね。うん、浮いてきた。ちょっと最初だけペラを、結構強いねこいつ。少し浮いてきてるんだけど、なかなか難しいよ。この状態で、あ、いったかな。結構がっつりついてる。あー、電気入っちゃった。
もう来た。はい、クパン。なんかバッテリーが変な形してる。L、まあ、膨らみとかは一切ないですね。おっと、分解済みかも。タプティックエンジンのところネジ止まってない。あ、転がっとるやないかい。そしたら焼き溶け座タイムは終わり。いや、終わらない。まだこのままいきます。でまず安全のためにバッテリー外していきます。多分ここじゃないかな。うん、これですね。 OK、 バッテリーは外れました。でモニターがここのフレキですね。フレキ3本つながってます。なのでここのプレート外していきます。全部三つ股だ。はい、モニター取れました。でカメラ取るだけだったらもうここ交換してね終わりなんですが、今回筐体も変えていきます。なので全バラシですね。はい、タプティックエンジン。ここにフレームが入ってますね。フレキを抑えるフレームが入ってる。これね、これでバッテリーのテープを取る準備ができた状態ですね。まあどうせ失敗するんだけどね。ん？なんか隠れてる？普通ね、こう上にこうペローンって来てるじゃん、シールが。上ないよ。横にはある。これ見づらいね。これね、凄まじくやりづらい。まあ、ダメだろうけど一応引っ張ります。これね、うん、多分ちゃんと取れました。多分ここにも貼られてますね。バッテリー再利用なんでね、なるべく綺麗に取ってあげたい。あ、ダメかも、もう切れてる。いや、多分全部取れてるな。多分取れた。1枚2枚まだやね。多分この辺に入ってるね。あ、これだね。あ、取れた。ここは切れたね、途中でね。もう一本。あ、すごい、隣のも一緒にくっついてきた。お、残念、最後切れた。結構いい線いったよ。どうなの、どうなのよ。この辺で残ってるね。ちょっと温めましょうか。あと IPM ちょっと入れる。熱っ。あ、取れた。ぷくっと勝手にいったね。ほら、あれ、こっちも繋がってるよ。知らなかった。ほら、バッテリー端子2つあった、知らんかった。ちなみにバッテリー全くへこみなく取れました。よかった。ここが最後、両面テープ残ったとこね。これだけちょっと表面シワができましたけど、 IPA プラス加熱がいいみたいだね。少しだけテンションかけながら IPA つけて加熱するとすんなり剥がれた。はい、綺麗に取れました。じゃあ焼き溶け座マットは片付けますね。
はい、そしたら次はフロントカメラとリアカメラ外していこうか。まずこのカバー外します。引っかかってる。この2箇所でここ爪になってますね。爪というか引っ掛けになってます。で、壊れてるのがここのカメラですね。これもかな、うん、ちょっと分かんない。4箇所取った。で、カメラは取れるはず。あ、簡単に来たよ。はい、カメラ、うん、やっぱレンズは汚れてないですね。内部ですね。ちなみにこれ接着剤剥がして中分解して清掃はできるみたいですね。かなり無理やりだけど。あとフロントカメラはこっちだね。うん、4箇所。はい、フロントカメラ取れました。これ大事。あとマザーボードか。はい、SIMスロット、こんなもんですかね。3本取れてこない。なんか引っかかってる。あ、来た。はい、結局 iPhone ってこんだけだよね。ちっちゃくなっちゃって。ほぼほぼ取れました。見比べてみましょう。この金具、うん、そうね、一個一個移しちゃおうか。ネジ2箇所で取れました。こっちは違うネジでついてるね。プラスネジだ。液晶モニター用のグランド落としてるやつだね。まあ貼っときましょう。そしたらまずこれ移植しちゃおう。多分この金具はなくてもいいやつだね。なくても動くと思います。この L 型の金具とこれを移植しました。多分液晶にこれがぶつかるんだと思う。バネになってるんで。はい、さらにやっていきましょう。これもかな。純正は三つ股ネジなんですけど、車外ケースは全部プラスネジですね。全部乗せ替えてます。あとこのプレートが、剥がすの大変。どうしても気になったんで B7000 でくっつけておきます。はい、よくわかんないこの金色のプレート2枚移植しました。あとはここのカバーがついてないですね。ネジがね、全部磁石でくっついてくれるんでめちゃ楽。カバー移設しました。 SIM スロットを取っときます。ブレーキもついてる。スピーカーもついてるでしょ。ライトニング端子もついてるでしょ。タプティックエンジンもついてるからね、怖いよね。マイクのカバーがついてないか。そんぐらいじゃない。結構でも細かいところ違うね。ここの作りが違う。もうネジで止めちゃってるもん。本来この高菜と止まってるんだけど、なんでこことここのネジは取らなきゃダメだね。一回ね、移し替えてあげよう。なんか引っかかってるね。両面でついてただけだ。マイクだね。タプティックエンジンの取り付け方がこれ違うんで、正しい付け方に変えます。ネジバカになってます。お、取れた。タプティックエンジン押し上げ戦法で取れました。このネジがバカになってますね。ここがタカナットで固定しなきゃいけないと。こいつです。はい、ここも違うんだよね。ここもタカナットで固定ですね。本当はほい、いいね。あ、ぴったりだ。これで正しい。そうね、これでつけられます。これが、お、いいね、正しくついた。で、この上にタプティックエンジンのはず。これで完璧じゃないですか。あとこれだね。結構あるな。
あと純正はここ高ナットになってますけど、ここは普通にネジ入っちゃってますね。ネジは取ってで高ナット移植。OK。多分これで完璧だと思うよ今のところ。あとここのサイドパネルの黒いプラスチック、これね、このプラスチック、これバッテリー保護だね多分ね。プラスチックも移植しました。あとは大丈夫そうだね。あとこれがないか。何これ、カバー、ちょっと取ってみようか。あ、ここにネジあった。取れねえよこんなの。これか、あ、こっちだ。これでこの金具を止めてんだ。ネジはこっちから入るわ。細かすぎて。あ、なんか接点になってるんでここは保護してあげましょう。多分フラッシュライトの押さえとフロントカメラの引っ掛け金具かな。多分これ大丈夫ですね。まあ、大して傷んでないんだけどね。こっちの外装は持てちゃいます。こんな感じだよね。マザボつきました。やっぱね、フレキの位置が合わないね。2ミリぐらいずれてる。うん、ここは入った。こっちは絶対入んないと思うよ。入ったね。このカメラ修理ね、やってみたいんだけどね。これバラして中の清掃できるみたいなんで、ただ難しいだろうな。うん、純正フレキはスコッと入るね。余裕っす。これでフレキを抑えられました。はい、ここで修理部品ですね。歪んでるな。こっち綺麗じゃん。こっちベコベコなの分かりますか。多分修理したやつじゃないかな。入ったけどフレキで引っ張ってる。こっちが浮いた。ちょっとテンションかかってるね。よくないよ。多分修理部品なんだろうね。ほら浮いてきちゃう。わかる？こっちの方触るとこれがパカッて浮いてきちゃう。こっちのフレキは短くてこっちのフレキは長いもん。すごく嫌がってる感じ。収まろうとしない。うん、浮いてこようとするね。もうしょうがない。あ、こことも締めなんだね。この2本はまだ締めちゃダメ。こうだね。はい、カメラ固定できました。タプティックエンジンはこうついてきたやつ使っちゃいます。ネジは純正ネジです。こんな感じでちゃんとネジ管理されてます。でタプティックエンジンの右のネジ、ここはまず高ナットで固定で、上からのカバーをネジ止めだね。でここがバッテリー端子なんだよね。でバッテリーね、新しいバッテリー注文したんだけどまだ届かないんすよ。で両面テープはこのハウジングについてきたんすよ。どうしよう。でもバッテリー変えてあげたいな、せっかくならね。はい、ということでね、バッテリー届きました。 iPower Max って書いてありますね。ハイキャパシティリチウムイオンバッテリー、3200円とか安いやつ買いました。まあどれ買っても一緒でしょこんなのは。でここの基板交換はねやりません。お兄さんちょっとトラウマになってますからね。一回失敗してもうテープも貼ってある。貼りたいんだけど結構ギリだね。サイズがギリギリ。フレキがめっちゃ硬いんで後からどうこうやろうとすると結構大変かもしれないですね。先にパチンとつけたいだけどサイズがねマジでギリ。ここのフレキが入んない。あー入った。もういいや、貼っちゃった。でこれがつくんだな。はまった。バッテリーでかい気がするな。これそうでもないのかな。
手こずったのはここのバッテリーフレキの折り返しが入らなかったんだよね。でその理由はこのバッテリーのこの縁のこれ硬いんだけど、ここがね結構出っ張ってて、ここの隙間にこのフレキの折り返しを作んなきゃいけなくて、これ曲がんないですよ。ここが少し出っ張ってるのと、なんかバッテリーが全体的に厚ぼったい気がする、まあ、これ気のせいかもしれない。でここのフレキ、これをこの金具で押さえつけだね。でここのフレキも硬くてかなり出っ張ってきてる。残りがこれだけなので、ここは液晶をつけてからこれね。でバッテリーのところはこれ、ここのカバーがこれなんですけど、右下のネジ、それがこれなんですけど、これが元々のネジがくっついてるんで、こいつは外しちゃおうかな。これはプラスネジですね。元々っていうか、あの新品外装の方についてきたネジですね。これは使わない、取っちゃう。でこっちの清掃はいらないです、ここ新品なんでね。なので古い液晶についてる両面テープを取っていきましょう。あ、そうか、正しい手順としては掃除して両面テープ貼る前に動作チェックしなきゃいけないんだよね。でさすがにお兄さんも iPhone は動作チェックします。はい、純正の両面テープめちゃくちゃ分厚いよ。よくついてくるさ薄い両面テープあるじゃないですか、それとは多分全然違うと思う素材が。バッテリーつけるの苦労しそうだなこれ、フリーに動かないからさ、硬いんだよ。硬いぞ、うん、1ミリぐらいずれてる。入った、パコンと言ってない、グニって入った。やっぱコネクターの精度がちょっと違うのかな、入ってるとは思うよ。入れ心地は最悪だった、うん、入った。こっちも入れ心地は良くないね。おお、来た、いいんじゃない。タッチパネルは大丈夫っすね。でキャメラ、ああ問題ないわ、バッチリ。広角も大丈夫そうだね。ズーム、うん、問題ないですね。 OK、 まずバッテリー、ここ押さえちゃいましょう。あと下ね、あ、ここは入んないわ。ここは抜いたところなんだけど入んないね。ネジの長さが足りない。純正はこの短いやつなんだけど、 1.5 ミリぐらいしかないやつなんだけど、もともとここに入ってたこれなんですよ。明らかに違う長さが、多分これ下の台座が違うんで、ちょっとこっちバラしてみようか。こっち純正ね、純正のこのスピーカーの左下のネジ、ここと共用なんですけど、もしかしたらこの下にタカナットが入ってるのかもしれない。スピーカーユニットで、ここが防水パッキンで両面テープになってますね。ここは剥がしちゃいます。ちょっと見るだけね、この下にタカナットが入ってるのかどうか見たい。これね、ここにタカナットが入ってます。純正はタカナットが入って、あのこういうやつね、上がまたさらにネジ入るやつね。タカナットスピーカーで、さらに上からまたネジになってるんだけど、こっちはタカナットが入ってない。本来スピーカーつける前にタカナットつけないといけないんだけど、それが入ってないですね。でそれをこのタカナットと同じ長さの長めのネジでごまかしてる状態、完璧にやりたいな。はい、このアッセンブリの中に入ってませんでした。これはお兄さんが悪いわけじゃないよ。やるか、ネジ何本取りゃいいんだい。 1,2,3,4 本かな、これと目標はここ、フレキはこいつ。ちょっと接着剤を柔らかくします。起きた、あ、接着剤入ってない、どうなんだろう、よくわからん。はい、ここにタカナットが入ってなかった。これがないとこの充電端子の締め付けが弱くなるよね。付け忘れかな、ちょっと粘着が残ってると助かるんだけど、どうでしょう。うん、パコンと入った、よし。うわ、バッチリ、4本とも純正ネジです。全て OK だぞ。
OK。 でこのテープはね使わなくていいかなと思ってる。絶対剥がれるし。なのでいつもの B7000。 細かい動作チェックはしてません。でもまあ大丈夫でしょう。おう、お前電源入ってたんか。でケツネジ2本ね、ちょっと押さえつけ。最初が肝心ですからね、しっかりしつけてあげます。まあ、30分ぐらいですかね。はい、1時間ぐらい接着してあります。まあ、初期接着はもうできてると思うんで動作チェックやって、でその後はね丸1日圧着してあげようかな。先に撮影やっちゃいましょう。で接着剤はみ出してますんで、こんな感じでねべっちょべちょになってるんで、これ取ってあげましょう。うん、とりあえず爪である程度取っちゃおう。ちょっとシムのとこ蓋しとくわ、ゴミが入りそう。ほぼ綺麗になりました。隙間にまだね少し入ってますね。まあ、もうちょっと待って接着剤が固まってきたらポロッと取れるんじゃないかな。まあ、はみ出し接着剤はねこれ後で取れるんで大丈夫です。おお、綺麗。あ、さすが新品ですね。綺麗です。じゃあ動作チェックやっていきましょう。はい、そしたら電源入れてみます。スイッチオン。あ、触り心地いいねこれ。まあ、ちょっと写真の良し悪しは分かんないけど、まあ、ちゃんと綺麗に撮れました。まあ、フェイス ID は OK だし特にないね。あ、一応 SIM チェックしましょうか。はい、じゃあ SIM カード入れてみます。あ、来ましたね。どうしようかな、お兄さんのメイン機にしようかどうかちょっと迷ってます。 iPhone11 でも11 Pro Max でも別に何も違いを感じない。なんか違うのかね。じゃあ念のためもう一回圧着しときましょうか。はい、はい、ということでね本日のおやつはこちら、じゃん、ベニーモタルトということでね、お菓子5点ベニーモタルトって書いてあります。どこのお菓子だろうね、ちょっとわからないんですが、まあ、飲み物も一緒に買ってきました。どれどれ、すごい色してますね。いただきます。めっちゃうまいわ。うまっ、これほんとおいしいわ。なるほどね、すごくおいしい。一口サイズで食べやすいし、いや、お土産屋さんで売ってるのは何回も見てるんですけど買ったの初めてですね。すごく美味しい。空港とかにも看板出てたけどなんか買わなかったんだよな。なんだろう、バターが入ってないスイートポテトって感じですかね。でも全然パサパサ感はないですね。めっちゃしっとり、お芋の味がすごい濃いですね。すごく美味しい。なんか洋菓子と和菓子のちょうど中間みたいな感じです。まあみんな食べたことあるか、お兄さんだけか驚いてるのは。はい、ごちそうさまでした。 iPhone11 Pro Max が3万ぐらいだったかな。でハウジングが5000円ぐらい、カメラが4000円ぐらいだったかな。バッテリーが3000円ぐらい。バッテリーは買えなくてもよかったけどね。もしねケースガリガリで安くなってるやつとか見つけたらチャレンジしてみてください。はい、ということで熊五郎さん DIY では普段ジャンキンの修理やってます。こんな動画ですがまた見たい方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタンお願いします。それではまた熊五郎さんでした。バイバイ。